イタリア内の一ヴィッティアロマーナ・デル・カサーレとは、イタリア・シチリア島のピアッツ・アルメリーナ郊外約5キロメートルのところにある古代ローマの別荘である。ヴィッティアロマーナ・デル・カサーレには、ローマ時代に描かれたモザイク絵画が数多く残っている。1997年にユネスコの世界遺産に登録された。ヴィッティアロマーナ・デル・カサーレの建設が始まったのは4世紀の、 はじめの頃と推測されている。周辺のラティフンディアを含めた中心の別荘地としての建設されたものと考えられる。実用として用いられていたのは約150年に満たない期間であるが、それでもなお東ゴート王国、バンダル王国、ビザンツ帝国、アラブ人と次々と支配者が変わる中でも人々は居住してきた。ビッテアロマー投げるカサーレが完全に放棄されたのは 12世紀の頃であり、当時、ビッタに居住していた住民は、現在のピアッツァ・アルメリーナに移動したと考えられる。ビッタのことは完全に忘れられ、また、ビッタの地域は農地へと一部転じていた。19世紀の早い段階で、数本の円柱が再発見された。その後、19世紀中に発掘作業が何度か実施されたが、本格的な発掘は、 1929年と1935年から39年の2回の発掘作業を待たなければならなかった。その後も1950年代から60年代に大規模な発掘作業が実施され、現在の形を見せるようになった。その後も1970年代に小規模ながら発掘作業が実施された。ビッタの建設目的は複数考えられているが、 一つは住居用の目的であり、ビーッタの持ち主であるラティフンディアの農園経営者の邸宅というものである。また、公的な目的として役所の機能を果たしたとも考えられている。ただ、少なくとも商業的あるいは生産目的で建設されたとは考えられていない。ビーッタは一層で構成されており、中央部には中列で囲まれた中庭が設けられていた。 中庭の周りには、講師にわたる部屋が設けられていた。中庭への入り口は、西側から、開口物機中央大広間であるアトリウムを経由する、形態を取っていた。北西側には浴場へ、北側には、ゲストルームが設けられていたと考えられる。東側には、私的な部屋と、巨大なバシリッカが設けられていた。南側にも部屋が建設されているが、その目的は、 はっきりとはわかっていない。重機夫人の間と呼ばれている部屋の床には、ビキニをまとった女性のモザイクが描かれている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。